随分また間を空けてしまった桜大戦実況、久しぶりに再開っす、再開させていただきます。どうもアダーシですね。桜大戦、これは現れた最終兵器だったかな。さあついにお前たちが地上に出る時が、ちょっと音大きいっすかね。3、2、いやまあ4でいいかな、読んでいこう。ちょっと大きくなります。破壊せよ、破壊しくせ、破壊し尽くせ、全ての破壊だ。ああなんと美しい、なんと美しい、全てが死滅し、そして新しい命が誕生する。破壊こそ神聖への除去なのだ。こんな感じだったっけ、前回からのつながりをもう忘れてしまっているから。赤き月の夜、その時最強のコーマが復活し、我らに最も頼もしき破壊の力をもたらす。破壊の力、コーマ、シカは、お前はそれまで時を稼げ、時を稼げ、仰せの通り、仰せの通り、くれぐれもイノシシの敵討ちなどと余計なことは考えるなもうイノシシいねえもんなは、サタン様にこの俺が最強であることを認めさせたい。イノシシもういないっていう、ででで現れた最終兵器ということでね、久しぶりにまたやるわけですけどもね、なんかもう物語も終盤に差し掛かったのにさ、差し掛かったのにここであの間を空けちまうっていう。あなたは誰、まあ、とにもかくにも桜大戦実況伸びないからね、実況のしがいがない。せめてさ10回ぐらい再生してほしい。あの欲張りかもしれんけど、10回ぐらいはせめて2桁は行ってほしいんだよ。行かないんだな。こんなにビッグタイトルやってるのに俺の実況が悪いのかって思うんだけど、俺の実況が悪いのかって思うけど、それだけじゃないんだろうな多分なと思いたい。だって中身わからんわけじゃん、再生するまでさ。でなんでなんだ、焼きつくは再生されるのに。焼きつくのシリーズ一旦もう終わりにしたじゃない。そしたらもうほらこちらとしてはもう伸びるコンテンツがもうないわけよ。桜大戦なんかもう一つの軸に据えてこうビシッとこうね上げていこうと思ってたんだけどね、上がらないで伸びていかないでしょ。方針起伝書、起書伝、方針起書伝、何それ。ちょっと見せてくれよ。おいおい、再生のレジにして読めてない、読めてない。あ、隊長、ここでしたか、長官が。あら、その本、マリア、この本のことを知ってんのかい。ええ、私が花組の隊長になった時、長官が貸してくださったんです。へえ、マリアにも。ええ、何でも花組の隊長として知っておくべきことが書いている。この方針記念書、実際あるもんなの。10、あやめさんに聞くことはねえわ。この本の内容を教えてくれないか。それ目の前にいるふうにね、方針記念書、方針記で、ん、しょ、調べたら虚血性心疾患が出てきたググったら、まあひらがなで打ったんだけどな。放つ神、伝える、記す書、伝える書だったような感じは。アイリス、あ、アイリス、足元に気をつけて。え、あ、アイリス。そら、アイリスを抱き留めるよ。大切な方を守る。バカ言うな。アイリスの方は大事です。神がびしょぬれだ。もう、気をこう、ね、気配りを、気配り王だな。
そして今大恐竜島、へえ、どんな内容なんだい。ね、体験探検隊の話だ。スイスペ、肉は血を踊る南洋冒険者なんや。謎の古代遺跡あり、原住民あり、怪しげな儀式、響く叫び声、行く手を塞ぐ罠の数々。あのマリア の髪が濡れたということで、おそらくこれはおそらく覗きに、シャワーに覗きが、で、マリアがではないかなと、そんなことを思ってしまうわけですね。コント劇を見てみたいな気がするが。あ、でもマリアさんが、みんな悪いけど先に行って、私は髪を洗ってくるわ。ごめんねマリア、気にしなくていいわアリス、でも今度からは注意してね。ヨネダ長官のところに地下倉庫長官、隊長、長官お急ぎのようでしたが、なるべく早く行った方がいいと思います。へへへへへへ、ふひひひ。じゃあまあとりあえず速攻長官の用事を片付けるように見せかけて更衣室に。やはりどうする。どうする。おっとおっと、隠せ、隠すことで逆にエロくなる。どうもそいつ思ったらこういうことか。支配人、死の声が大きい。はっ、おい、場所変われ場所。おいお前ら、おいお前ら。よし、うほ、お前ら二人ともしょうがなくねえよ。全然しょうがなくないよ、この二人をしょっぴけ。おい、ええんか、それでええんか、それでええんか。完全にあれだぞ、完全に犯罪だぞ、この二人は。完全に、完全に、警察に突き出すべき事案ですけど、大丈夫ですかね。二人、キリッとしてる。シャキッとしてる。これは、そう、これは、今我々が戦っている敵、コーマだ。コーマ。恐ろしいな。いきなりシャキッとしてる。のっけからまあまあ面白い展開。マリア覗きに行くって多い。しかも、罰則なしという。ええんすかね、それでね。ちょっとなんか、多少なんか罰を受けなきゃ、いけない気がするんですが、悪いことをしてるんだから、悪いことをして怒られたい。コーマか、ただの鬼だよ。ん？いや、この辺りは完全にコーマか。これが。これもコーマか。鬼も入ってるけど。今から400年前、人間とコーマはこの土地で争いを繰り広げた。その時は我々人間側が勝利し、辛くも奴らを地下深くに閉じ込めたのだが、しかしコーマどもは身を潜めつつ、地上に侵攻する機会を密かに伺い続けてきたのだ。なるほど。現に過去何度か彼らは結界のほころびをついて小規模の攻撃を仕掛けてきたわ。しかし彼らが市場に現れるたびに人間たちはそれを迎撃し、再び地下に追い返してきたの。なるほど。我々より前にコーマと戦った人々がいたのですか。遥か昔からな。陸軍対コーマ部隊は文字通りそうした目的で作られたもの。なるほど。地球は常に、違う、日本は常に狙われていたわけか。コーマか。そして軍を作らなければいけなかったわけですね。ずっと昔の話さ。コーマから、魔物から、帝都を守るなど、
誰も本気にしない時代だったよ。わしは真宮寺一馬、桜の父親と共に密かに仲間を増やしていった。魔の気配を常に感じたからな。しかし漁師甲冑もない時代に奴らと戦えたのですか。奴らと戦えたのですか。うん。山崎慎之介の二人は6年前、結構あれだよな、結構最近のことだよな、6年前とかな。6年やそこらでさ、6年やそこらでその戦力を補えてるというかさ、まあそんなもんか。まあカンナとかさ、まあマリアもそうだけどさ、その人たちは結構スカウトしてから結構立ってるわけでさ、それ言うたらもうこの封印してからすぐ動いてるよな。新宮寺がいない今、コウマに対抗する手段を失ってしまった。だが我々には対コウマの切り札がある。コウブだ、最後の手段、それはこれだ。あ、なんじゃこりゃ。三種の神器、魔神器。へえ。見ての通り魔神器は剣、玉、種、玉か種か鏡からなる古の祭器だ。これは善なる者が持てば魔の力を抑えることができる。その効力は絶対的だ。だがよほどのことがあってもこいつが使われることはない。いや、あっちゃいけねえんだ。嫁だ、長男。いや、なんでもね。魔神器はいわば増幅器だ。悪なる心を持つ者が持てば魔の力が増幅されるのだ。クロノス界の六波聖コーマ人によってコーマ封じの結界が解けた今、コーマが地上に現れるのをかろうじて防いでいるのはこの魔神器というわけだ。我々にとって魔神器はいわば最後の砦だ。なるほど。あんまりなんか作用しているようにも見えないけど、もし魔神器が敵の手に落ちたら、その時は力を増大させたコーマたちが一斉に地上に溢れ出るはずだと。確かにな、敵の地下にあったところで、銀座本部。でもさ、地下から敵が来てたじゃん、最近数話前。妊娠の再起を守りつつね。多分あの男、青いサタンの狙いはこの魔神器だ。ほう。この魔神器はな、聖魔城の封印を解く鍵だ。聖魔城、そいつは今我々の手の中にある。聖魔城、数百年前に殺戮のために作られた城だ。数百年前、そんなものを地上に出しちゃいけねえ。いいか、このことは軍部でも最高機密だ。誰にも話すんじゃねえぞ。この金庫室を開けられるのは俺とあやめくんだけだ。あやめくんだけだ。だから奴は必ずここを攻めてくる。覚悟しておけよ。お前には黙って。ダメだ、声が真似できない。敵の真の任務は野心にあるものからこの魔神器を守ることにある。このあやめくんをもうちょっと注意しといた方がいいよ。絶対奪って逃げるから。そんな気配が、話を知らなくてもそんな気がするよな、誰でも。なるほど。料理座長官、さくらくんが父親が亡くなった理由を知っているのですか。いや、教えていない。大神、お前は言えるのか。カズマは魔物と戦って死んだと。今俺たちが戦っているのがその魔物と。なさすぎます。
18ってまあ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 あれだよ、まあまあ大人だよ。16ぐらいだったらちょっと背負わすにはって感じがするけど、18ぐらいだったらまあ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 じゃないっていう。僕の指示に従って歩いてくれ。丸太が坂道から丸太が転がってくる。まず左に3歩、右に4歩と歩いちゃいけないよ。死ぬよ死ぬよ、その金だらいのデカさは。一見楽そうだけど本当も大変ね。怪我しとる。いない。どないしたんや。まあそのためのヘルメットが。あやめさんと地下の方。何の用やろ。怪しいですよね。さっきマリアも近いところにいたぞ。ここに罠を仕掛けると敵が入っても地下倉庫までたどり着けませんね。罠でもどんな。蒸気を噴射させましょう。いい考えなんかな。はい、その髪型どうなっとんじゃ。いいわね、ほがみくんは素直で。ははデレデレの顔をしている。デレデレの顔は、よく見るとあれか。ちょっと待ってくれよ。よかった、今こっち右の方でこの画面をこう調節してて、もしかしたらうまいことこうキャプチャできてないかなと思ったけど、綺麗にキャプチャできてます。自分を偽らないでいるのは大切なことよ。そう、そんなことないです。はあ、あやめさん、これからも自分に正直な大神くんでいてね。照れるな。照れるわ。何をやってるのかしら。さくらくん、恋にトロトロって感じですわね。ありゃ、言っちゃってる顔だね。行きかけました、ほぼ行きかけました。イチローのインタビュー、ああいう今のシーンで露骨にあのエロネタに持っていけないところが俺のダメなところなんだろうな、実況者としてな。うん反省すべき点がある。エロい感じのスケベネタに持っていけないところ、アダルトのネタに持っていけないところが弱いところなんだろうなという。はい、ってなことでここまでかな。それじゃあまあ、次回に行きたいということで。